はい、今回ですねこの AGF のね濃厚ミルクカフェラテのねちょっとこう甘いやつをね紹介していきたいと思います。はい、今回はですねこの AGF のね濃厚ミルクカフェラテで甘さが3って書いてありますけど、はい、ちょっと甘いやつをね作っていきたいと思います。これ前回と同じシリーズのやつですね、はい、でカップにスティックを1本入れてでお湯を入れてで10秒ほどかき混ぜるってやつですね、はい、でこれも開け方があるので、ね、こうやって開けてこういう感じでスタンドとしても使えるけど、スタンドとして使える場合はここで切るんですかね。切れ目がないけど、それかあとここで上から上げるパターンですかね。どうなんでしょう、ここの感じがちょっとスタンドとして使い方が分かんないですけど、はい、紙コップにね作っていきたいと思います。はい、こんな感じですね。量もまあまあ入ってますね。ちょっとお湯を沸かして入れていきたいと思います。はい、ちょっとねお湯が沸いたのでね注いでいきたいと思います。はい、ちょっとねかき混ぜていきたいと思います。ちょっとね入れすぎたかもしれないですね。今回使ってる紙コップがねこの 205ml ですので、160入れるって書いてあったんですけどね、ちょっと入れすぎた感じですかね。半分よりもちょっといったぐらいがいいのかなと思いますけど、はい、でちょっと10秒ぐらいかき混ぜたのでちょっとこれでね飲んでいきたいと思います。前回飲んだやつは全くね甘さがないんですけど、これ甘さ3って書いてありますけど、まあまあ飲みやすくね作られてます。だから普通のこうコーヒー牛乳みたいな、ね、感じの味しますけど、まあ、個人的にはちょっとこっちおすすめですけどね。よかったらキャンプにね 2,3 本持ってってください。